はい、カヤッカーのための、サップ講座、シリーズになるかどうかは分かりません。まずは水が減ってちょっといつも行ってるホームゲレンデがなんかつまんないなみたいになったら、サップ乗って、見てください。今ね4万円もあれば全部フルセットで買えたりします。で、海と、川用のサップの違いっていうのを簡単にね説明します。まず幅が違います。これね、海用のサップで10フィート、海で使うにはちょっと短いんだけど、川で使うのにね持ってます。はい。で、こっちが、リバースクイッドで、幅がね広くなってます。こんな感じでね、海用と川用の大きな違いは幅です。で、もう一点違うのがあって、ロッカーですね。こういうのボトムロッカーとかって本当は言うんですけど、こんな感じで反り方が変わってます。はい。反り方がね変わってます。反りがね、なんで違うのって言ったらね、めちゃくちゃ簡単ね。川は下っていくと正面から波ですね。海、サーフィンとかね見てもらったら後ろから波です。まあね、全然違いますね。2、6カが違います。そして、みんな気になるね、このフィンですね。カヌーには、フィンがないんで、こんな感じでね、5フィンのやつがおすすめかな。海用のはね、結構初心者向きとかオールラウンドは3フィンです。で、しかもこいつを、海用の、川用のね、ラバーのやつに変えてますね。海用のやつは硬いやつで、結構こすった時にね衝撃がでかいので、ラバーに変えてます。はい。で、もし買うならね、この5フィンのやつがなかなか良くて、でしかも運動性能を求めるね、ちょっと上手くなってきてちょっといろいろ動かしたいなときは、これを外して4フィンでやります。で、ちょっと今日は、10キロ下ろうかなみたいなね、湖行こうかなみたいなときはこういうフィンをつけます。で、しかも海でもこのフィンを大きくすることで、長い距離ね、行けたりしますんで、意外にこの5フィンのアクティブな時はこれなし、ロングツーリングの時は、ラバーフィンありがおすすめです。ね、これ FCS の普通の海用のやつを今、お試しで使ってるんですけど、クイックリリースベルトにこれをつけるのと、もうクイックリリースベルト自体をサップに使うのと、で、こんな感じね。じゃあ、カヤッカーをね、なかなか、ベルト、リースと落ちて、よいしょ、よいしょ、こんな感じですね、回転するようになってますね。で、こいつを、クイックリリースに、もしこれサップと落ちてひっくり返る、もしこれサップと落ちてひっくり返ったり、なんか引っかかっちゃった時なんかはこれをリリースして離れ離れになります。下ってる時はいいんだけど、湖とか行って向かい風だと流されて遭難することになるので、風の強い日は出ない。あとね、風の強い日にこのリーシュコードつけてないと板だけどっか行っちゃって自分延々と泳ぐ羽目になるんで、気をつけてください。今ね、アマゾンでサップ買っても、サップの注意事項ってね、こういうのないとダメですよみたいなね、文章送られてくるぐらい、サップの漂流事故っていうのが増えてますんで、俺火薬やってるから大丈夫じゃなくて、風が強い時はめちゃくちゃ大変だって覚えててください。はい。で、風が強い時に、はい、簡単にね、風を避けてちょっと進む方法があります。サップはもう落ちるの宿命なので、落ちた時ね大の字で落ちてくださいね。足から落ちてこういうね砂利ならいいんですけど、岩とかにね強打して、怪我することないようにね。注意して、落ちたらね、こうやって足引っ掛けて、で、板がね、どっか行かないように、はい、ハンドル使って反対側、よいしょ、
さあでね、カヤックだとあんま気にならないこういう暗天流にうまく乗ると泳いでもね、戻ってこれます。いやー気持ちいい。カヤックでね、ロールしてるのとね、全然違うんだよね。これぜひカヤックにやってほしいな。川が川とすっごい友達になれる気が。続いてね、ここ中心です。でこんな感じで左右均等にまずはね正座で持っていきます。はい、こんな感じかな。はい、でパドルを持ったら、パドルを持ったら、サイドスイッチね、両サイドスイッチしてね、最初漕いでみてください。で、これはね、カヤッカーのためにやってるんで、これやるとね、フォワードストロークめっちゃ上手くなるんで、フォワードストロークちょっと苦手やなーとか、伸び悩んでるなーみたいな人はね、ぜひサップ乗ってほしいです。で、フィンがついてますんで、フィンをね、感じながら漕ぐと、より上達が早くなりますね。ラダーに一生懸命なって、ボートをコントロールしないようにしてください。さあ、そしたら立ってみましょう。両手ついて、よいしょ、立ちまーす。で、このセンターのね、このハンドル前に行かないようにしてください。いつの間にか前に行ってます。それから、カヤッカーだとね、こうフォワードとか、こう、こぐの簡単なんやけど、浅いところに行ったら、フィンが当たって転倒しますんで、フィンがね、当たらないところでやります。で、フィンが当たりそうになったら、正座しちゃいましょう。ね。もしくは片膝ついて、漕ぎまーす、ね、怪我しないようにしてください。よいしょ、今日はロングツーリングの予定で、細身のやつ持ってきてまーす、ね、海で使うような、10フィート、ね、でパドルなんですが、185、ちょっと長いのね、持ってきてまーす。サップのスタンダードなものだと身長プラス20センチとかね、言いますけど、ホワイトウォーターの場合はどん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 下がっていくね、高い位置にすると重心が高くなると、転倒しやすくなるんで、どん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 しゃがんでいくんで、あんまり長いと先にパドルがついてしまって、なんかね、ブレスしたりドローだけで引っ張ったりとかになるんで、短いの使います。ただ、こういうロングツーリングの時短いのしんどいんで、ちょっと長いの使ってますね。長さ調整できると両方使えるんで、2ピースでもいいと思います。よいしょ、カヤックだとなんてことないしですけど、こういうところね、まずは、ピンが当たんないところを探してください。で、ダンストリーム V ね、で岩に突撃したように曲げていきます。誰かな、フィンが。お、大丈夫そう。できるだけ低くします。はい、ダウンストリーム V がこっち2つ見えるけど、深い方を選びます。です、正面岩なんで、ゆっくり大きくね、右に寄っていく感じかな。で、姿勢を膝曲げて低く、で、なぁ、で、カヤックよりも急動作ができないので、ね、これ反転流ね、しっかりバウクロス入れて、抜けてあげまーす、ね。
よいしょ。さあこっちもね行けそうなんだけど、今日は動画撮ってね、あまりサップやったことない人のために回してるんで、こっちのねダウンストリーム V がしっかり 出てるところを行きたいと思いますね。でちょっと浅いね、ピン当たるかなーっていう時はギリギリ低いって膝つくぐらいでも十分で、危ないのはね、こういう手の途中で浅いところ、今ピン当たりました。前はノーパドルでもバランスするだけでね、いけるようになってきます。ね、いろいろ難儀な、ラダーね、漕いで来て、でこの表面が外に出るのが J ストロークで、上から見たら J です。ギリギリ漕いできて表面が外に出るのが J ストロークです。ギリギリ漕いできて板からね外側に表面が見えるのが J ストロークです。カナディアンカヌーも、これを J ストロークと呼びます。レースラフティングでもこれは J ストロークで呼びます。はい、次ね、似たようなやつで逆ね、ポピュラーなやつです。こいできたらブレードが表側が白で縦になります。でつけます。これがスターンであるんで、スターンプライもしくはプライストローク、スターンラダーいろいろっていう流れます。みたいね。スタンでラダーでーすね。こんな感じです。でこのまま回してて。はい、でスタンラダーをしました。スタンラダーをしました。でこれをボートから離すと、ボートから離すとバウが左に行きます。で。ボートから近寄る、ボート近寄るってさらに外側に行くと開いていきます。これでラダーで向きを変えてあげます。スターンラダー、スターンラダーって言います。いいよ。サップの膨らますやつなんですけど、ここに 15PSI って書いてあります。でこういうねポンプで今ね 12.79 入ってます。でこれスイッチを自動で止まる、自動で止まります。それで、ハンドポンプだとこんな感じで、ハンドポンプだとこんな感じでゲージがあって、15だとここでかなり大変です、ここまで入れるので。うちはね、膨らましっぱなしにしてるので常にね13ぐらいにしてます。で、重たい人、
体が重たい人とかは15入れた方がいいですし、軽い人だったらねもうちょっと11とか10とかでも、まあ、なんとか大丈夫ですね。カチカチにした方が、そりゃ進みはいいんですけど、カチカチにするの大変なので、これはねやってる人しかわかんないけど、自分のなんとなくパフォーマンスが出る、ね、空気圧でやってます、うん。